はい。よろしくお願いします。今回、ですね、スカイプのメンバーでまた雑談やろうと思ったんですけど、今回はメンバーが集まんないということで、まあ今回、雑コミなしで行きたいと思います。はい。では、一服しながらやっていこうと思うんで。受信ボックスカーの方で、エレクトロニカル1992さんからのコメントで、ラッキーストライクのボックスですね。今知ってる、投稿のドアのコメントで、僕も絶対に似てると思ってました。ダメだったらいいんですが。マルボロのブラックゴールやってもらえませんか？タルハチです。はい。ああ、確かに。そうっすね、やっぱり。香りは似てるんですけど、なんか。吸ってる時の香りはそうなんですけど、副流煙だとやっぱり違いますよね。確かブラックゴールドって前にあったやつっすよね。前というかもう2年ぐらい前か。で、なんか、ダークのブラックラベルに似てるような感じで、はい。どうしようかな。まあ、考えておくんで、よろしくお願いします。で、イマルさんからのコメントで、ダースコミュニケーション19回くらいの、ちょっとおかしかったね。おかしかったですね。買いましたね。くらいの動画のコメントで。確か、アイスブラストがあったような、なかったらピースで、がいいんですが、っていうか、適当に半分ぐらい、交換してくれませんか？あと、メッセージャーって何ですか？はい、アイスブラスト確か3回ぐらい、やったて、確か、2件ぐらい、公開して、メッセージ送ってきましたね。そうですね。まあ、考えておきます。大量に公開するというのは。まあ、メッセージとはこの受信ボックスが、まあ、あると思うんですけど、チャンネルの方に。で、それで送れるんですよ。ユーザーに。で、それで、まあ、送ったと思うんですけど、まあ、それで、まあ、分かってもらえばなと思うんで。まあ、理解してもらえば、ということですね。要するに。はい。で、まつげ。で、まあ、シンボックスの開始終わったんで、動画ですね。動画見ながら、歌唱を読みます。ラッキーストの動画のコメントですね。こうちゃんからのコメントで。更新お疲れ様です。3月頃にまたミクシィ作ると思うんで、その時認証よろしくっす。あと、今日ポルモール買ってきました。わら、500円で110円のお釣りが来るのはありがたいですね。味もなかなかで、なかなか気に入りました。あら、では、もし。はい。ご視聴ありがとうございます。はい。あ、そうですね。確かに。まあ、マイミックから消えてたんで、まあ、多分、再開しちゃったと思うんで、また、登録した時は、まあ、こちらこそ、よろしくお願いします。はい。おう、ポールモール、いいっすね。ということは、どっちですかね。ポールモール、確か3種類ぐらいあるんですよね。はい。まあ、自分が吸ったことあるのは、ポールモールと、ポールモールメンソールはあったんですけど、まあ、アタシナとかはメンソール吸ってないんですけど、まあ、どっちですかね。はい。まあ、確かに390円で結構安いですよね。はい。まあ、300円台が、まあ、嬉しいところですよね。はい。おー、いいっすね。はい。では、また、時間の動画で。はい。
いちご、いちご、ん？いちご太鼓。4、3かな、これで。ラッキーストライクは吸ったことないですね。やっぱり自分はメンソール系が好きなんで、アイブラあたりが多いです。はい。まあ確かに、まあ多いような少ないような、なんか、微妙な位置のタバコですよね。確かに。ラッキーストって。まあ好きな人は好きですし、嫌いな人は嫌いみたいな。まあ結構好き嫌い。これも分かれる方ですよね。マイナーじゃなくてメジャーな方では。あ、確かに、まあ、メンソール好きな方でしたら、まあ、確かに、まあ、本当に、レギュラーって感じのタバコなんで、まあ、あんまり、メンソール好きな方にとっては、あまり美味しく感じないかもしれないですね。確か、でも、これのメンソールって合いますよね。はい。まあ、それとかどうですかね。で、AZ スノーワンさんからのコメントで、セッタと赤丸の中間、まさにそうですよね。この二つのタバコと似ててうまいですよね。最近、セッタより赤丸の方が重く感じます。教訓はどうですか？はい。本当、そうですよね。中間って感じの味わいですよね。はい。うん、そうですね。自分も同じく好きですね。はい。うん、まあ、体調によってですけど、確かに、そういう時ってなんか合いますよね。はい。タバコも結構 まあ、味わいがバラバラなんで、まあ、そういう時、結構合いますよね。なんか、味ないやつに当たったりとか、まあ結構合いますよね。はい。まあ自分も、まあそういう時は合うということですね。重いっすね。結構重いっすね、今。タバコこのままじゃね、消してます。何でも何でも参加のコメントで、久々にエコーとかやらないんですか？はい。まあ、エコーとかバカはもう、本当にたまにでいいんで、まあ、やんないですかね。まあ、半年に一回とか、まあ、そんなレベルじゃないですかね。はい。多分本当に、金に困った時ぐらいしか、吸わないんじゃないですかね。はい。まあ、日常的に吸うようなタバコでは、ないですよね。で、ダツコメの18回くらいの動画のコメント返信で、確かこれ返した記憶合うんですよね。まあ、一個。翼5779さんからのコメントで、某 S が書いてやばいんですか？いいか、そんなのどうでもいいんで。あ、これ返しましたね。はい、返した記憶があります、ちゃんと。ということは、コメント返し切っちゃったということですかね。はい。どうしようかな。時間が結構余ってるんですよね、今。うん。でも、コメントないですね。やべ。今ですね、スカイプログイン状態隠して今やってるんですけど、それで、まあ、動画のリスナーさんでもある方と、タイ人の方がチャットしたみたいで、ねえねってコアラみたいなあれ。怒って、ねえねえ。イエス。コアラは誰？怒ってますね。あなた。やべ。面白い状況になってましたね。自分がいない間に。はい。今自分が、まあ、食事を終えて、風呂入って、まあ、帰ってきたって感じなんで、まあ、その、放置してる間に、まあ、結構いろいろあったみたいですね。はい。あれ。はい、まあ。そうですね。まあ、時間も、まあ、もう10分ぐらいになりますし、まあ、話す話題もないんで、今回。
ご意見、失礼させていただくと思うんで、ご視聴ありがとうございました。次回は何かしらやりたいので、またよろしくお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。はい。